そこの女子可愛くね。ほんとだ。でもなんかボケっとしてんぞ。そういうのがいいんじゃん。自己主張の激しい女ってうざいじゃん。はあ、まあね。声かけてみようぜ。ほら見ろ、ボケっとしてっからだ、アホ。不純な目的じゃない。じゃあマジで一目惚れだ。俺は君を見て恋に落ちてしまったんだ。おい、あ、その女に触れるな、チンパンジー王族。客観的に証明できる理由は何だ。人を好きになるのに理由はいらねえだろ。いるに決まってるだろうが。憶測でもなんちょっとぐらい話してください。名前を教えてくれたら話してあげる。な、あ、だだだだだ、工藤千佳、9月2日生まれ乙女座、血液型O型。他に知りたいことはありません。何すんだよ吉田。嫌なもん見た。どうだ俺の今の状態は。ひどいです。とりあえず布団をかけて。風か。風だ。風くらいで。とりあえずあのいろいろ持ってきたので。除霊グッズか。俺貼る。全て。あとこれを。俺食わせる。これ。あと。なんで俺ピンとこんなカップルみたいなこと。頼もしい。俺ら話しに来ただけだし。な、水谷さん。雫に触んな。いってえなてめえ。話聞けよ。いやらしい顔すんな山県。小柳さんって落ち着きがあって上品で大人っぽいし。分かってねえな。実は短気でテンパり症で下ネタ好きの男子小学生みてえなやつだぞ。あと何より胸でかいじゃん。ああ、それな、そこばっかり見ちゃうよな。そうそう、抗えないんだよな。そうなんだよな。どうしても目がいくんだよ。お世話になりてー。顔はそりゃ百瀬ちゃんだけど、男ならやっぱ小柳さん選ぶでしょ。だから別に怒ってねえって。でもまあ自分の女の話だったら怒ってたかもな。わかりやすい。やっぱり川倉さん顔怖え。ねえねえ、バイト何時に終わるの。晩ご飯おごるからさ、一緒に食べに行こうよ。いえ、まっすぐ帰らないといけないので。すみません、お仕事がありますので。待ってよ。行くぞ。あ、行くぞって。え、あの、ちょっと心配すんな、迷惑はかけねえ。なあ、いいだろ。久しぶりだな。何年ぶりかな。こんなとこで会うとはな。他の客に迷惑だ。表へ出上がれ、この野郎。もう二度と来ねえからな。ヘロ。よかったね、おめでとう水谷さん。あなた何もしてないじゃないですか。当たり前でしょう。会わんなっつってんだろ。いってえな、いい加減にしろよてめえ。ついイラッとした。離れろ、ヤマケン。春？てえな、てめえ！
俺は人に頭触られるのが一番嫌いなんだよ。雫に触んな、いやらしい顔し。あのね、別に人に言ってもいいよ、全然平気だから。ありゃりゃ、ボサノバッチ、女と知って春日に惚れたか。あねえねえ、あそこの女子可愛くね。ほんとだ。でもなんかボケっとしてんぞ。そういうのがいいんじゃん。自己主張の激しい女ってうざいじゃん。はあ、まあね。声かけてみようぜ。ほら見ろ、ボケっとしてっからだ、アホ。できたわよ、石神くん。してるとかじゃないけど、リボンをつけてみてはどうかしら。目覚めさせたいんですか、それとも目覚めたんですか。大丈夫か、泣きた。平気です、今ので坂上さんのポイントですよね。冷やさないと、君保健室に。岡崎さん、保健室へ行くぞ。はい、そこまで。外の奴らなかなか入れてくれないから、ちょっと悪いことしちゃって。ごめんね。まあそっちの方がもっと悪いことしてるしね、変態お兄さん。ええ度胸しとるね。まあ何にせよ、別の相手探してくれないかな。こいつはそんな簡単に触っていい女じゃない。お前が言うか。つうかお前誰だよ。アンナは分かったよ、友達のとこ連れてくし。早く連れてけよ。マリちゃん、アンナ、もう具合大丈夫？マリちゃん、なんか様子か。いや、具合悪そうだったんでお邪魔しました。彼女のいい部分と悪い部分、好ましいと感じる証拠の数々、一緒にいる時の心拍数、体温、バイタル情報、これだけのデータを揃えた俺でさえまだ好きなのかどうか証明できないんだ。貴様ごときが軽々しく好きだと言えるわけがないだろうが。思考を放棄した動物に付き合う時間はない。行くぞ。ちょっと待って会長。ん？そのままで行くつもり？ああ、廊下が濡れるからな、ちゃんと外から回っていくよ。そうじゃなくて。別にいいだろ、下着が透けてるわけでもなし。どう思う、そこの赤面してる人。なんでそんなに恥ずかしがってるんだ。あんまり無自覚なのもひどいと思うよ、会長。いいよ、大げさだな。来てくれないと俺ここで全裸になるよ。はぁ？全裸で肛門前で踊り狂ってもいいなら。分かったから脱ぐな、この変態だ。